皆さん、こんにちは。クルーガルです。今回は、市販のアイスや戻れない、家庭で簡単、絶品アイスを作っていこうと思います。材料は、こちらです。では、作っていきましょう。ルーガルクッキー。まずはじめに、お鍋に、牛乳、グラニュー糖を加え、加熱していきます。牛乳を加熱することによって牛乳に含まれる水分を蒸発させ牛乳を濃縮させます。今回も言いました、牛乳は乳脂肪分 8.5% 以上のものを使っています。乳脂肪分が高いほど濃厚なアイスに仕上がりますので、作るときは乳脂肪分が高めの牛乳を使ってみてください。牛乳を加熱している間に生クリームをふいっぱり混ぜ、ウィップクリームを作っていきます。電動フィーパーを持っている方は電動フィーパーを使ってウィップクリームを作ってください。私も電動のフィーパーを使わせていただきます。電動のフィーパーを使うときは初めは回転速度をゆっくりにしてください。初めから回転速度を速くしてしまいますと生クリームが飛び散ってしまうからです。そのため初めは回転速度をゆっくりにし、ある程度ウィップクリームになってきましたら回転速度を上げてください。ここで牛乳と一緒に生クリームを温めてもいいのではないかと思う方はいるかもしれません。しかし、そうしてしまいますと、アイスが固まらなくなってしまいます。つまり言うとしますでは、生クリームを一旦冷凍してしまいますと、ウィップクリームにならないからです。ですので、混ぜる前に一旦ウィップクリームにして牛乳と混ぜ合わせます。これくらいの濃度になりましたら、ウィップクリームの完成です。これよりも、もっと濃度をつけてもらっても問題ありません。ウィップクリームを作っている間に、ある程度牛乳が濃縮されましたので、ここで火を止めます。火を止めた後、ぬれ布巾なので、鍋の温度を下げます。この鍋の温度を下げる理由としましては、この後卵黄を加えます。温度が高ければ卵黄が凝固してしまうからです。フライパンの温度は60度付近まで下がりましたら、卵黄を加えていきます。フライパンの温度を60度付近にする理由としましては、卵黄は60度で凝固するからです。他にも、卵黄に火を通したいため、完全にフライパンの温度を下げません。こんな感じに卵黄が混ざりましたら、これを一旦こしていきます。干す理由としましては、卵白が含まれていたり、卵黄が凝固していたりする可能性があるからです。こんな感じに干しましたら、先ほど作りましたホイップクリームを加えていきます。こんな感じに加えましたらゆっくり混ぜていきます。この時勢いよく混ぜることによって気泡を潰さないようにしてください。ある程度混ぜましたら5滴ほどバニラビーンズエッセンスを入れていきます。スケード混ざりましたら、トレーの方へ移して、2時間ほど冷凍していきます。冷凍したものがこちらとなります。少し傾いていますが、気にしないでください。では簡単にアイスの方をおろしていきます。こんな感じになりましたら、再び10分程度冷凍していきます。こんな感じになりましたら、盛り付けの方へ移っていきます。
スプーンも2つ使いまして、クラチを整えていきます。アイスクリームをすくう専用のものがあれば、そちらを使ってください。私は持っておりませんので、スプーンで形を整えていきます。こんな感じに盛り付けましたら、上からキャラメルをかけていきます。キャラメルはお好み量をかけてください。こんな感じにかけますと完成です。こんな感じになりました。